はい、それではアレンジ方法についておさらいといきましょう。簡単におさらいしていきますね。まずはこの上の人形ですね。上の人形も自由に取り外しができるので、好きな位置に並び替えたり、違う人形と付け替えたりして遊んでください。そしてこの上に、箱の上についてるユニットですね。これは3つの、種類が、3つのユニットがあります。1つはこのシーソーと同じ原理を使っている陽動ユニットっていうものがあります。この陽動ユニットは2方向の揺れる動きを作ることができます。この陽動ユニットは2方向の揺れる動きを作ることができます。そしてこの真ん中のマルチ棒と、これ上下回転ユニットっていうんですが、この2つは基本的には同じなんですが、それぞれ3つの動きを作ることができます。それぞれ3つの動きを作ることができます。3つの動きっていうのは、上下させる動き、回転させる動き、キョロキョロさせる動きでしたね。そしてこのピンがついてるこのタイプに関しては、このマルチ棒よりもより正確な動きを作ることができます。動き自体は一緒なんですが、こちらの方がより正確な動きを作ることができます。そしてそれぞれの動きを作るときに、カムの位置っていうのも重要になってきます。カムの位置、回転させるんだったら中心よりもちょっとずらした位置とか、こういう揺れる動きだったら真ん中に持ってきましょうねっていう風に、カムの位置っていうのが決まってますので、そういうところも一緒に覚えていきましょう。そしてさらにカムの形ですね。カムの形を変えることで、この魚たちの上下するタイミングや回数ですね、そういったものが変わってきます。はい。そしてこのユニット自体も好きな位置に入れ替えることができるので、自由な位置に入れ替えて、好きなカムを使って自分の好きな動き、好きな世界を作っていってください。はい、ということで基本的なアレンジ方法については以上になります。そして実はまだまだオプションがあるんですね。で、オプション、例えば、よいしょ、こういうオプションがあります。これちょっと溝が切ってあるものなんですけど、あとこれベルトですね。これプーリーとベルトってあんまり聞き覚えないかもしれないですけど、何するかっていうと、ハンドルの動きを減速させるものなんですよ。ハンドルの動きを減速です。簡単に言うと、動きをゆっくりにさせてあげるものですね。動きをゆっくりにさせてあげる仕組みになります。こういうものがあったりとか、あとはカムもいろんな種類があるんですけど、こういうネジが切ってないカムもあります。これ今の減速と合わせて使うと面白いんですが、ネジが切ってないカムをこう何枚も重ねると、こう自分が好きな形のカムっていうのが作ることができるんですね。自分の好きなカムの形を作ることができます。これがそうですね、何枚も何枚もカムを重ねて作ったカムシャフトになります。今の減速っていう、減速プーリーと合わせて使うと、またちょっと違う動きっていうのが作ることができますので、できます。はい、ということで、またオプションについては、折を見て説明していきたいと思います。いろいろちょっと分かりにくい部分もあるかもしれないんですが、遊びながら少しずつ理解していったらいいかなというふうに思いますので、ぜひぜひたくさん遊んでいってください。